人間は死んだらどこに行くと思いますか？天国？地獄？私たちはその答えを死ぬまで知ることができません。しかし、この世には前世で死んだ瞬間をはっきりと覚えている子供がいるんです。今回はそんな前世の記憶を持って生まれた生まれ変わりの子供についてご紹介します。どうも、ゴキブリ大魔王ゴスケです。おいちです。今回はですね、はい、ちょっとポップな都市伝説をご紹介していきます。うん、いいよ。テレビとかでもたまに前世の記憶を持って生まれましたっていう人がいたりとか、あと最近のアニメとかでもナロー系の異世界に転生するとか、はい、転生ですね、はい、流行ってますね。そんな感じの都市伝説をご紹介します。はい、これは思い出したくもない昔の話です。ある夏の日、私たちカップルに子供ができました。しかし私たちはまだ若かったので、おろそうか悩んだのですが、最終的に産むことにしました。今考えるとその考えは非常に甘かったんです。お金もなく地位もない私たち二人には子供を育てることができず、相談した結果その子を殺すことにしました。私たち二人は夜中に湖へ行き、置いてあるボートに乗って真ん中あたりまで漕いでいきました。そして私の彼女は何度もごめんねごめんねと言いながら赤ん坊を湖にポチャンと落としました。全然ポップじゃなかった、うん、殺人起きてんじゃん。まあ、うんうんうん、まあやっぱポップな転生系って言わなかった。育てんのって難しいんだね。いやいやいや、複雑だから取り上げる問題テーマがめちゃくちゃ大きくなってきちゃってるからさ。子供って難しいんだね。やっぱりこれはあれかね、日本の政治が悪いのかな。ちょっとやっぱり筋道ずれすぎる。それから何年か経って、私たちカップルはようやく結婚することになりました。仕事も始めてお金も稼げるようになり、経済状況が安定してきた時のことです。私たち2人の間に女の子が生まれました。幸せでした。この子に絵本を読んでいると、時折湖という単語に反応していました。しかしまだそれが何を表しているのか私たちには分かっていなかったんです。この子が4歳くらいになったある日、突然湖に行きたいと言い出しました。私は全く気が進みませんでしたが、あまりにしつこく言うので仕方なく、私たちは親子3人で湖に出かけることにしました。まあよかったよね。いやだから全然ポップじゃない。いや子供育てられてよかったね。本当に一回は諦めたけど、やっぱ捨てられたベイビー転生してるよねこれ。いやでも本当に子供育てると大変だね。お前子供大変だねボットになってる。湖に着くと、パパあれ乗りたいとボートの方を指差して言いました。しつこくねだられて、しぶしぶボートを借りて湖の真ん中あたりに来たところで、娘がパパおしっこしたいと言い出しました。仕方がないなと思いつつ、周りに誰もいないのを確認して湖にさせようと娘を抱っこしました。娘の脇を抱えて湖の上でおしっこさせようとすると、娘が急にくるっと振り返り、今度は落とさないでねと言いました。え、何この世にも奇妙な転生術みたいな。落とさないでね。まあ落としますけどね。だってもうすでに落としてるようなやつなんですよ、うん、俺がもしそうだとして、うん、奥さんも言ったとしたら一人も二人も変わんないの多分。ポンポンって気持ち悪いじゃん。その立派なですね、はい、罪です。人として終わってます。そんな終わってます、はい、俺じゃないんでねこの話。都市伝説なんで本当にあったとは言ってませんから。前世の記憶を持つっていうのは聞いたことありますけど、うん、また同じ夫婦のもとに生まれるという都市伝説はあまりないかなという、うん、なるほど。前世の記憶を持って生まれることなど本当にあるのでしょうか。2020年2月、とあるツイートが話題になりました。それが、前世のお母さんを探しています。3歳より前世の記憶を語り始め、現在7歳になる息子が前のお母さんに会いたいと言っています、という内容でした。このツイートは最終的に3万リツイートもされ SNS 上で話題になりました。7歳の野村作太郎くんという男の子は前世の記憶を持って生まれたというのです。前世では男子高校生で、17歳の時にバイク事故で死亡。バイクで走行中に右から来た車と衝突し、救急車で病院に運ばれたが死んでしまったとのことです。死亡した年はおそらく1990年頃。一人息子で、母親のことは母さんと呼んでいたとのことです。正直信じがたい話ですが、作太郎くんの母親は2020年10月下旬から11月の初め頃に前世の両親と再会したと言っています。果たして本当に前世の記憶を持って生まれるということはあり得るのでしょうか。現在このツイッターアカウントはすでに削除されています。いやなんかこの転生、まあ、そもそも俺は転生っていうのにあっと思います。人は最終的に骨になると思うんで、そうですね、これまあじゃあ一応極太の見解、今回のこの都市伝説について聞かせていただきたいな。今回のこの、まあ、転生というかこの赤ちゃん、はい、これ嘘です。
まあ、みんな気づいてたよね。やはりですね、はい、まあ、先ほど浩介さんも言ってましたけど、はい、死んだ後に何かがある、そんなものはありません。死んだらどうなんですか？無です。無ですか？はい、あの僕一回ですね、はい、失神したことあるんですよ。中学校の時失神ゲームって言って、なんか心臓をグーッと押して気絶させるみたいな、流行ったじゃないですか。僕あのマジで失神したことあったんですけど、はい、その失神した時の記憶、はい、まあ、面白いですけど一切ないんですよ。なるほど、ね、はい、起きたら、はい、あの俺のこと失神させた青木の顔が目の前にあったんですね。青木の顔があった、はい、なんで、はい、死は無です。その状態が続くっていうことです、ね、はい、死んだことにすらおそらく気づきません。気づいてない。じゃあ我々のこの感情っていうのは何ですか？ただの電気信号です。そんな辛辣なんですか、この世の中は。そうす、生きる意味っていうのはないです。そういうもんなんです。そういうもんなんですね、うん、仕方ないんですよね。もう生まれたから生きないとって、どうせ死ぬんだから。どうせ死ます、いつか死にますから。死んだら無です。天国に行ってペットと会えないです。やばいんだけど、この動画の方向性どうなっていくの今後。そういうもんなんです。でもすごいね、極太ダイナマイト。皆さん、都市伝説だの、心霊だの、奇妙な動物だの、いろいろ扱ってますけど、みんな死にます。間違いないですね。骨になります。それだけのことです。以上、極太ダイナマイトでした。極太の心霊写真コーナー。今回はですね、友人同士で、まあ、お酒を飲んでる時に撮った心霊写真です。もうね、ないです、心霊写真なんてものは。本当ですか？本当です。ちょ、今回見てください。はい、こちらミッキーみたいになってる。ちょごと頭蓋骨が透けてる。これは何か、今後ね、この人にとって恐ろしいことが起きるのではないかという写真ですね。フォトショップではないでしょうか。コウスケさん、あなたはですね、はい、一個人としてしてはいけないことをしてますよ。何ですか？まず、はい、信じようとしてみてください。あ、全てを疑いから入るのは、あ、よく悪い癖ってことですか？はい、はい、確かにそれは一理あるんかもしれないね。そうでしょ。信じようとしてみてください。なるほどね。これが本当に何かの超常現象というか、うん、科学では解明できない何かかもしれないという、そういうことです。一旦ちょっと頭をフラットにして、うん、これが心霊写真かどうか、なるほど、考えてみてください。フォトショップです。残念です。じゃあこれは何なんですか？じゃあ、まあ本来であればこんな写真撮れるわけないじゃないですか。はい、自爆霊とかってことなんですか、これは。今後おそらくこの人に、はい、まあ、何かよからぬことが起きるんじゃないかと言われてるんですけど。ああ、なるほど、はい、これ真実の薬をじゃあちょっと入れたいと思います。真実の薬、よし、はい、どうぞ。この写真は何なんですか？フォトショップです。次回の動画でお会いしましょう。さよなら。